はい、こんにちは。スプレーアートエデンのめちゃんとめるちゃんです。ということでね、カンボジアでね、今ね、街歩いてたらなんか瞑想って書いたね、お店が見つかりました。行ってみて。ダラーン、ダラーン。ジャパニーズデザイナーブランドって書いてある。ジャパニーズデザイナーブランドって書いてあって、うん、どう？見た目的にも日本店、もう日本のお店どんなのか忘れちゃった。まあ入ったら、あ、これ違うの、わかる。みんなね、手振るとね、みんな手振り返してくれる。いらっしゃいませ。あ、仕事モード。はい、アンリッチ。これで2500円だ。2500円、すごい。めっちゃうまそう。何これ。ミニソーのミニソーって書いてある。ミニソーって有名？いや、日本にない。超かわいい。超かわいいね。超欲しい。超欲しい。こういうの好き。これそれこれめっちゃ可愛い。何何これ何かぶってんの。かわいい。かわいいんだけど、カフェのネットワークだよね。え、あ、日本の会社です。やば。超可愛いのってるね。やばい、超可愛い。何？超可愛い。Okay. タンゴ、タンゴ。デレデレデレ。え、クンビアじゃない？クンビア？クンビア。クンビアは。日本の文化って。難しいね。難しいよね、うん、でもこれが日本の文化ですね。で、これ楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価と、また教えてください。もっと日本の文化をね、ベロちゃんに教えていただきたいと思います、はい、それで楽しいと思ったらってもいったね。はい、おしまい。おしまい。ありがとうございます。